2023年、8月の31日、日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。YouTube での収益化という画面を、掲載しておきます。これね、こういうようなシステムになっていまして、チャンネル登録者数、なんか参加要件とかあって、チャンネル登録者数、この間撮影した時はちょっと条件変わってたんですけども、まあ、この間、1000人だったんですけど、今度500人かな、ちょっと次の下の方の欄と、ちょっと記憶がごちゃごちゃになってる可能性がありますね。まだお金もらったことないんで、これ条件、これはね、まず、メンバーシップっていう形で、その収益に、まあ何かつながるはずなんですよね。まだお金もらったことないから、条件満たしたことないかわからないんですよ。淡井圭介本人ですけども。ここはね、次の下の欄は1000だったと思います。で、まず、過去365日を経過して3000時間、これ次のページが4000時間なんですよ。次のページというか下の欄。で、このショートの回数もこれもよくわからないですね。で、参加条件を満たした時にお知らせしますっていうことで、今はまだ申し込めない、参加条件が満たされてないから。で、成長を継続するマイルストーンとか、まあ、こういうふうな言葉になってるんですけども。で、次が、チャンネル登録者数が1000人で、4000時間、365日を経過してですので、1年前の以前の動画の再生されたものはカウントされないんですよ、その時間。だからなかなかこれクリアできる人って、なかなかいないんですよ。テレビ出ていた人でも一時的にクリアしてるだけで、継続してはこれハードかなり高いですね。本当に。これは、実態であって、まだ私もお金もらった時にね、お金の金額発生した時に、どういうような条件でお金がいただけましたと、そしてその金額はいくらなのかっていうことを、自分のホームページに、発表しておきます。それなかったら皆さんわからないでしょ。これもともと、なかなかこんな数字、まずテレビ出てる人とかじゃなかったら無理です。それも結構有名になってるような人か、何か会社のつながりとかで動員をすごくかけてる人とか、そういう人とかじゃなかったら無理ですね。例えば音楽業界だったら、1曲が4分前後でしょ。で、1時間再生しようと思ったら、途中で、次の曲行く人結構いらっしゃるでしょ。僕もそういう時あります。で、14回をきっちり再生して、まあ大体で14回きっちり再生して、1時間としての計算。っていうことは、4000時間でしょ？かける、14かける4000だから、再生回数で言うと、最低でも5万6000回の再生回数で、途中で曲、次の曲行く人がいるから10万回は大体求められるような形ですね。だから10万回の再生回数があって、その人、やっとお金入ってきてるかな、どうかな、の話なんですよ。あとはその金額が正直僕も知りたい。自分がお金を手にしないとわからないんですよ、これは。以上です。押してるんだけど、画面が。